こんばんは、楽する暮らしです。ずっとやろうと思ってサボっていた家のメンテナンスをしました。メンテナンスの様子を紹介します。今回のメンテナンス内容はこちらの5つです。家のメンテナンス1、キッチンにマスキングテープを貼る。料理中の油はねでコンロ横の壁が汚れるためマスキングテープを貼ります。以前はホームセンターで買った大きな透明なシートを貼っていました。しかし貼り直しなどを一人で行えないため、試しにマスキングテープを貼ることにしました。一人でも楽に貼れるはずだと思って買いましたが、結構難しかったです。私が不器用なのもありますが、貼っていくときにシワになりやすかったです。また2枚目以降を貼るときのつなぎ目をきれいに貼るのも難しかったです。少しだけ最初に貼ったテープに向かって擦るように意識するとやりやすかった気がします。テープをきれいに切るのも難しいのですが、カッターで少し跡をつけてから切ると切りやすくなりました。半分くらい余っていたので足りると思ったら全く足りず、ここで終了しました。一人で貼れるようにはなりましたが、不器用な人は時間がかかると思います。後日の完成形です。本当はもう一列ちょっとやりたかったのですが、テープが売り切れでできませんでした。思っている以上になくなるのが早かったので、ちゃんと計算して買った方が良さそうです。家のメンテナンス2、シャッターに油を刺す。続いて寝室と夫の部屋についている動きが悪く擦れる音がするシャッターに油を刺します。使うのはクレ556です。軸のある部分にスプレーをシュッとかけます。通路側なので人の通りがないことを確認し、さっと終わらせます。これをするだけでだいぶ音が静かになります。家のメンテナンス3、電源タップを見直す。電源タップの寿命が5年ほどだと知ったので、家中の電源タップを見直します。本来やってはいけないのですが、コードを束ねたまま使っているので寿命も早そうです。まずはテレビに使っている電源タップを確認します。あくまでもネットで調べた情報ですが、根元が焦げていたり本体やコードにひび割れや傷があったりすると発火の恐れもあるのでチェックしていきます。ここの電源タップは比較的新しいので大丈夫でした。若干ホコリが溜まっていたので掃除機をかけました。続いてリビングで使っている電源タップとキッチンで使っている電源タップを外してチェックします。リビングの電源タップは少し黄ばんできています。まだひび割れなどはありませんが、注意しながら使っていこうと思います。キッチンの方も問題なさそうです。両方とも掃除して戻します。家のメンテナンス4、耐震マットを挟み込む。買い忘れていた耐震マットをようやく買ったので、挟み込みできていなかった場所に入れていきます。両方ダイソーで買ったもので、見た感じは大きさや厚さも同じです。ただ耐荷重が違いました。1枚で約16キロと4枚で約36キロです。意外にもこちらの耐震マットの方が耐荷重が多かったです。
収納ケースを動かないようにするだけなので、耐荷重の少ないこちらを使います。耐震マットが少し大きいので、4分の1の大きさに切ります。切るときはシートに挟まったままにすると少し切りやすくなります。底がへこんだ作りなので、出っ張っている手前に貼り付けます。しっかりと上から押さえつけて、1箇所目完了です。続いて、リビングの机と壁の間に差し込みます。この机は引き出しを開け閉めすると、壁に向かって動いてしまうことがあります。壁に当たるとうるさいですし、壁の傷が心配なので取り付けます。キッチンの収納ケースに取り付けた余りを机にくっつけて、机を壁に押し付ければ OK です。家のメンテナンス後、壁の傷を直す。最後に壁についた傷を直します。何かをぶつけたり爪で引っ掛けたりと、結構傷だらけです。購入したのは日本ミラコン産業クロス型取り直し3点セットです。税込み609円でした。壁の穴を埋めるパテが1種類と、壁の模様を型取りするパテが2種類あります。まずは型取り用の2種類のパテを混ぜます。2つを同じ量取るのですが、目分量でやりました。混ぜた状態です。これを傷がない壁にくっつけて型取りします。最初に混ぜた量が少なすぎて後から量を増やしたらちょっと変な固まり方をしてしまいました。ただ壁紙の跡はしっかりとつきました。型取りが終わったら穴埋め用のパテで穴を埋め、上から型取りした模様を押し付けます。型を剥がせば壁紙の模様がつくはずなのですが、全然ダメでした。模様の向きを合わせないといけないのと、もっと力を入れないとダメでした。固まるまでは何度でも模様をつけ直せるので、やり直しましたが、ダメでした。結局5回ほどやり直して諦めました。壁紙が剥がれただけなので、埋め込むパテの量が少なかったのかもしれません。そもそも模様がつかないというよりは、パテの色が違うことで目立ってしまいました。色についてもっと確認すればよかったと思います。また、壁紙が剥がれただけという時には、あまり向かない修理方法かもしれません。チャンネル登録よろしくお願いします。